一番のコアな部分って感じだから、これでなんかさ、もしかしたらこれを数枚買ってきて炊飯器で米炊いた後にこれポポポって入れて炊いたらうまいかもしれない。もしかしたらかば焼きのあのうな重食べれるかもしれない。だからタレかけた方が早くないですか？タレの方がその味しそうだね。いや、かば焼き三太郎ライスあるかもしれない。でも ありそうだね。なんかやっぱりこんだけ食べても濃いもん。うん、うまい。味はなんか変わってない、うん、サイズ感はちっちゃくなったけど、だいぶ、いや本当に小さくなりましたよね。びっくりしたよね。3分の2に減ってましたもん。だって明らかに、うん、うまいわ。なんかちっちゃい頃思い出すわ。こんな、なんか結構外で遊ぶことが多かったから。僕は何して遊ぶんですか外で？虫捕まえたり、かくれんぼ、鬼ごっこ、缶蹴り、野球。なんかそれ鬼ごっことかかくれんぼしてて、うん、本気で喧嘩になったこととかないですか？喧嘩か。あんま俺喧嘩する子じゃなかったからないかも。なんか逆にこう鬼なすりつけられまくったりとか、うん、お前ずっと鬼なみたいな。あんま覚えてないよ。そうやって平和な青春時代だったってこと。まあそういう喧嘩してる人とかはいたけどね。自分はそこにはいかなかった。なんかもうどっちかってそういう場所避けてきたから。怖いもん。もう喧嘩になりそうだったらもうごめんごめんってオッケー、それでオッケー。そう、すいません。とりあえずって感じだったかな多分ね。もう覚えてないあんまりそこら辺の記憶は。そんな青春の1ページに常にいたのが、かば焼きさん、かば焼きさん太郎。そうだね。ありがとう。